竹村です。今日はですね、朝早くに地区公園の方ですね、南港の方にずーっと港通りまっすぐ行って向かっていただくと、昔公園あったんですけれども、そこの海のところで撮影してたんですが、今日めっちゃ海綺麗でした。なんかすごいブルーで海が。で、朝日が綺麗で、すごい気持ちよかったです。よかったら来てみてください。今日は、セブンイレブンさんのピザマン1個120円の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。はい、こちらがピザマンの中身です。本当はカレーマン買ってこようかなって思ったんですけれども、カレーマン売り切れちゃってて、ピザマンにしてまいりました。どこの商品でしょうか。わかんないですね井村屋さんかどっかですかね。あ、中村屋さんですね。すいません。大きさはそんなには大きくないですね。なんかちょうどおやつ代わり的な、サイズです。お、すげえチーズが重くそ入ってるじゃないですか。はい、こちらがピザマンの中身なんですけれども、この辺にピザのなんか赤い、なんやろ、グーっていうんですか、真ん中にドロッとチーズが入っちゃってます。ちょっと冷めかけなんで、かなり糸引いてるんですけれども、すいません、汚くてそれではセブンイレブンさんで買ってまいりましたピザマンのお味の方チェックしてみたいと思います。あ、これはうまい。すげえ、ピザのカリカリがない、なんかパンを食べてるみたい。ピザのこのこちかじてない方なんですけれども、この赤いなんかグートマトソースっていうんですがね、すごーい、美味しいです。なんて言ったらいいんか、なんかコクがあって、いや若干スパイシーなんですけれども、チーズでまろやかにいただけるテイストになってます。すげえ美味しいですこのカレーマン買ってまいります。それでは簡単なんですが、お知らせさせていただきたいと思います。